おはようございます。西田航です。えっ、ー、と3月の12日土曜日ということでね。いかがお過ごしでしょうか？今日はね。 上から <laughs> 上からマイクつっておりますっていうところでえっと今日なんですけれども前日収録しておりますえっと今日はねあのこちらのサブチャンネルとメインチャンネルメインチャンネルは今日はね久しぶり GR あの X の方じゃなくて普通の GR3 ですね 28mmGR で久しぶりスナップしてきてめちゃくちゃ楽しかったので動画1本作らせてもらいましたなのでぜひね GR ユーザー コンデジ好きな方々はね是非とも参考にしていただけたら嬉しいかなと思っておりますっていうところでメインじゃんねで今日はねえっ、ー、と実は言うと息子とちょっとお出かけしようかなっていう感じでそこに行ってとあるところでとあるものを撮ってみたみたいなシリーズにしようかなと思ってカメラの機種を今迷ってますキャノン機で行こうとは思っているんですけれどもえっ、ー、と今ね RP にするか。 えー、R6 にするかここで結構揺れているような状態って感じですかね。うん、なので どっちが見たいですかね皆さんとはいえもうこのまんま、えー、この放送この動画が流れてる時には行っていると思うのでどちらかの R6 かな RP かなレンズは何にしようかなただ子供と散歩だ子供とお出かけだから機材も軽くしないとなとかってこういうのを考えるのが結構楽しいですよねっていうところでちょっと今日はね、えー、行ってまいろうかなと思っておりますので前日収録っていう形でさせていただいておりますあとは告知2本ほどっていう形で 日本ほどえっ、ー、となんだったっけえっ、ー、とまず一点あまず一点はね cp プラスキャノン cp プラス2022に登壇させていただきましたでそちらのねえっ、ー、とアーカイブとよっこ cp プラス2022はライブ配信だったんですよね僕ねそのライブ配信の模様がアーカイブとしてね、えー、キャノンマーケティングジャパンさんの youtube の a、えー、チャンネルからね僕の 対談模様ってていうとところが出てますのでぜひともねあの見逃した方とかは是非そちらでご覧いただけたら嬉しいかなと思っておりますのでえっ、ー、と概要欄に URL 貼っておきますので是非とも1時間50分ぐらいかななのでまあラジオ感覚とかで聞いていただけたら嬉しいかなと思っておりますので是非ともねあのまた。 再放送と言いますかもう一度ご覧いただいてもいいと思うのでねすごくね僕も見返したんですがやっぱりいい楽しい時間だったなと改めて思った次第でしたまあ僕自身がね登壇していたので客観的に見る見ていなかったのでああこんな感じで映っていたんだとかそういった感じでねまあ反省点は特にないですけれども純粋にまあ楽しく喋れたなっていう感じだったかなと思っておりますあと1点ね告知なんですけどもねあのラジオに出ることになりましてえっ、ー、と TBS ラジオの金曜日にね TBS ラジオの金曜日朝の8時半からやっている番組で「えー、金曜ボイスログ」っていうね TBS ラジオの,、まあ、のチャンネル番組があるんですけれどもそちらにね、えー、とゲストを出演させていただくことになりまして日時が3月25日の金曜日の放送っていうところで結構時間長くてね、えっと、10時10分頃から11時半ぐらいまで,で,で出るっていうのことなんで1時間 分 <laughs> めっちゃ出るって,いう <laughs> っていうところで何を話すかっていうとキャノンのカメラ話すす感じなんですよ結構ねそういった、まあ、車カメラ音楽とかなんかそういったあのものにね特化したようなチャンネル番組になってるらしくて TBS ラジオのね なので、えー、パーソナリティの方とねあのー、お話しさせていただけたらと思ってましてキャノンのカメラを僕がまあいろいろといいところとかこういったのおすすめですよとか紹介するっていうねパーソナリティの方もあのー、5DK 使っているらしく R システムに興味があるということでそこでねまあ、えー、とゲストっていう形で呼ばれて TBS ラジオの、えー、それこそライブですよね生生配信っていうのかな、えー、生放送かに出ますのでぜひともねお時間ある方は聞いていただけたら嬉しいかなと思ってます。自身ね つのえっ、ー、と実際のラジオでの出演ということなので皆さんもねぜひ楽しみにしておいてくださいこちらも概要欄に貼っておきます三月二十五日のえっ、ー、と放送ですね金曜ボイスログというえっ、ー、と番組に十、えー、何度なな十時十分から十一時半ぐらいまでの出演ということなのでねはいぜひ皆さん応援してくださいということで今日えっ、ー、とまあキャノンの話からの延長線上でキャノンのレンズ 値上がりっていうことですね。まあ、昨今の情勢下でいろんなことがありすぎるがゆえにね、まあ、値上がりはしょうがないですねもう世界的にすべてのものが値上がってますから、まあ、無理でしょうと流通も含めたり、えー、レンズがここに僕はた例えばありますあなたのもとにお届けしますっていうだけでも石油が必要ガソリンで車が動いてそのレンズをあなたに届けるわけですから必然的にこれだけ、えー、ガソリン高とか えー、物流の問題とか、えー、コロナとか、えー、っ,とっていうで、ね、もういろいろ半導体とかもうキリがないのでねなのでえー、っとキャノンのレンズが税税まで考慮すると消費税まで考慮すると数千円から数万円数万円1万円ぐらい上がるっていうことでどうですか皆様キャノンレンズ RF レンズ買いますかこの値段が上が上った中で皆様むしろ これが逆に生産調整と言いますか、えーと、逆にちょうど良くなるのかまあ物がない買いたいっていう人のバランス的には今受給関係が崩れてるわけですよねまあ明らかに、えー、と生産が追いついていないというところもあるから受給も崩れてはいるとは思うんですがそれぐらい逆に言うと <laughs> まあ究極買える余力がある人もいっぱいいるっていう証しでもありますよね。それだけバックオー,ダーを抱えてるっていうことは。 そうういったこととになると思うので必然的にまあちょっと値上がり数千円から1万円とか上がったとしても買う人は買いますよねですがこれを機にまあ高くなっちゃったしちょっといいかっていう人もいるのも当然でこうやって価格調整というか物と値段っていうのは自然とこう決まってくるのかなっていうところをひしひしとまざまざと感じる次第でもありますよねなので皆様どうですかねまあ欲しいレンズは駆け込み需要的にあれなのかな 今予約を入れれば例えば4月とかから、えー、と値段が改変されるのであれば今予約入れれば今の価格での決定項っという形でいいんですかねオーダー的にはっていうねなのでこの辺は結構重要な要素ですよね今予約入れてもはい3ヶ月後に来たんではい値上がりしているので現在3ヶ月後はさ、えー、値上がりした値段ですよって言われたらもうなんか、えー、と絶望ですよね絶望というか例えば例えばですけども R3 を予約入れてました ある種、まあ、は違うか、まあ、他のレンズとかでねで値段が上がって、えー、と急きょ、はいえーまあ、数千上がってますとちょっとなんか腑に落ちないというかねえー、ってなっちゃいますよねですがキヤノンも値段が上がる多分ですがここに追随して大体いい車とかも全部そうですけれども、えー、とおそらくはボンボンボンと、えー、ソニーニコン あたりもまあソニーはちょっとわかんないですね価格破壊結構ソニーはやってきますしニコも価格破壊系メーカーですからね Z9 つうのも結局は R3 より <coughs> 安く出してきましたもんねその結果バックオーダー抱えて11月まで、えー、皆様のお手元に届かないっていうようなお話10月11月こ今年のとんでもないことになっちゃってるっていうところでやっぱり値段付けっていうのは難しいですよね難しいっていうか ある程度はやっぱりあの相,場相場価格っていうのはあると思うのでその辺はやっぱりキヤノンはうまいかなと思いますやはりね R3 僕の周りのユーザーの方といいますかまあ熟成の方とかもそうなんですけどもとか皆様のコメントいただいてもやっぱり R3 って高いは高いじゃないですかえっと70何万円で量販店価格で60万後半ぐらいですが 買う人はかもう役入れてるんですよねでやっぱりちょこちょこねこうあやっと来ましたとかだいたい月末ぐらいに、ね、皆さん報告が上がってきてますね月頭とかっていうよりかは月末やっぱりこう月最後ぐらいに多分売り上げ関係でどっと入れてくるのか分かんないですが、まあ、で,できたらできたでどんどんできたさなからどんどん送ってきてるのかなっていう感じは伝わってきますよねなのでこの辺も含めてまあ R3 ボディーには多分ボディー分値上がりは当分ない ボディは値上がりないんでしょうけどもレンズが値上がりするっていうことでまあガラスとかそういった商材関係とかも結構いろいろあるんですよね本当まあ僕自身は結構今ねぶっちゃけ欲しいレンズってまあないじゃないんですよねこっちの逆にライカのねこの。 アポズミクロン M35mm ていうのは予約入れてるんですけれども1年ぐらい前に入れたかな <laughs> 1年ぐらい前に入れて未だに連絡ないっていうような状態ですがどうなってるんだろうまあそれよりも僕の場合はアップルですね今ね、あのー、ちょっとえっ、ー、とアップルスタジオディスプレイディスプレイだけとりあえず買ってこちらの重いんだよね危ない重い16インチ16インチの M1 マックスの MacBook Pro を モニターにつないでここれをクラムシェルで今後運用していこうとで僕はここにあるインテルの iMac は、えーとまあ、終了というかね一、えー、回もインテルじゃなく M1 チップに全部移行しようかなっていうところで最近結構ねカフェで僕動画作ったりしてるんですよ外で収録してそのままカフェに流れ込んでこの M1 チップの MacBook Air で編集とかしてるんですけれども結構ね倍速170%の倍速とかで作業すると実はねちょっと 4K のの シングルっていうかそのままの 4K でもねちょっと重たい感じになるんですよねっていうところであれって思い出して今まではね普通に当倍普通の当の倍で再生してカットとかしてた時には何だあもう全然いけるじゃんと思ったんですけどやっぱ倍速とか170%倍速とか結構食うんですねパワーをね。なのでそうなった時には意外とあれなんかカタカタするなちょっと重いなとか。 一回フリーズししましたからねあの動画の編集しててね。となると「いやーここ16インチ重いけどこれ持ち出す?」みたいないっそのことこれもう一個一前小さい14インチのフルパワーの m 1ックスもりもりスペックの方がいいとか逆にだんだんそっち気になり始めちゃったりとなるとあの今度はね、えー、とスタジオなんだっけ新しい Mac も出てきましたよね。えー、と マックスタジオかねあれもすごいパワーですからまあ僕らは M1 マックスでもいいかなとは思ったりしてるんですがでもやっぱり M1 ウルトラ体感してみたいとかこうやっぱりね p p l e の発表があるとどうしてもカメラもそうですけれどもまあやっぱ気になっちゃいますよね皆さんこう特に YouTube やってる方とかみんなめちゃくちゃ気になっている感じが伝わってくるかなっていう。 のますまずはディスプレイを入れてまだ全然これ活用できてないのでとりあえずはこれをエンジンとしてね運用してみて、まあ、こういった端子類がねやっぱりその m a クスタジオの方がかなり端子類安定してるんで、うん、この辺がやっぱりやっぱ据用機器便利だぞってなればそっち行っちゃうかもしれませんしそうなると16インチが意外とね受託撮影のために16大きいのにしたんですけど。 受託僕最近ほとんど受けてないので宝の持ち腐れだなと思い始めて意外とこれを14インチのフルスペックに変えちゃう方がさっき言ったカフェとかで作業するとちょっとこれ倍速で作業すると M1 の MacBook Air ちょっと重いぞっていう風に感じ始めてる部分もあってちょっといろいろと,、えー、と悩み変化パソコン周りをねここ。 え、1。2ヶ月で整えてみようかなっていうふうには思ってます。これがある程度まとまったら、またメインチャンネルであのー、デスク周り関連のね。パソコン周りとかえっ、ー、と保存関連どういうふうに僕データを保存して、えっ、ー、とまあ、運営運用してるかっていうね。そういったところも皆様にお伝えできるかなと思ってますので、ぜひともあのー、期待していただけたらと思ってます。ごめんなさい。今日はザックばらンの話になってしまいすいませんでした。というところで、今日もスカイ会のお過ごしください。西田とでした。どうも。